皆さんこんにちは、リーチエンジェルのオシランです。始まりました、 R1 リーチエンジェルツアー2016ファーストシーズン。本日私お邪魔させていただきますのはこちらのキングオブキングス大和川店様となっております。いやー、今日ね、昨日ちょっと雨降ってたんですけれども、天気も良くって、でさっき抽選受けてきたんですが、多分 R1 始まって一番いい箱100人ぐらいは多分いたと思うんですが、じゃーん、17番でした。今日の狙い台なんですけど、結構ねメイン機種がほんまに数たくさん入ってるんですが、私そういえばね、動画でパジオ売ったことがないなと思って、結構好きなんですよ。プライベートではちょこちょこ売って、結構ね私バジ意外と相性よくって、まあまあいい思いもさせてもらってるんで、せっかく番号も早いし、普段やったらね30番以上以降やったら多分取れないであろう、やっぱどこのお店もバジってもう埋まるじゃないですか、朝一パーって。なんでせっかく早い番号引いたし、バジに行こうかなと思っております。さあ、それでは R1 スタートです。どうぞ。君たちが弱いのではなく、私が強すぎるだけだ。何したんですか今。まあまあだそうです。めっちゃ食らうやん。保険はかけちゃったみたいです。今回の舞台は大阪府堺市にあるキングオブキングス大和川店。全部で4レート扱うこちらのホールはパチンコ800台、スロット560台、総台数がなんと1360台の大型ホールとなっています。人気機種はもちろん、他ではあまり見ることができないような珍しい機種もたくさんありますよ。低レートにももちろん新機種、人気機種を取り揃えていますよ。アクセス方法は南海電鉄堺東駅、そして住之江駅から無料のシャトルバスが出ていますので、ぜひそちらをご利用ください。また駐車場は1000台完備していますので、車でのご来店も便利です。心動くエンターテインメント、キングオブキングスでぜひお楽しみください。そろそろ誰か一緒に食べてほしいんですけどね。今日はこちらでございます。紀州南高梅たたき梅使用で、海苔のうまさが広がるとな。なるほどなるほど、さようでござるか。いただきます。海苔のうまさが広がる。あ、おはようございます。一緒にどうですか、モーニング。どうぞ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 、うまいこと編集してくれるんで。うんうん、ループあれ、ね、結構出てる。そうなんですか。すごい食べた。お、再生レチャ。さあ、ちょうどおにぎり食べ終わって談笑も終わったところで、ごちそうさまでした。全然全然ごちそうさまでした。よし、なんか今日はいける気がする。お願いします。お願いします。おー、まあまあついてんな。どうしよう、へこみ行こう。取れた取れた。さて、ではバジリスク絆打っていきましょう。結構ね、本当バジリスクはよう打ってるんですけどね。そういえば収録で打ったことないなって昨日の晩思って、来たー。これは
はい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 、よしよしよし、はい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 、はい、まだ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 、それはまだ終わってもらったら困る、まだいけ、おお早くね、早っ、しかも年季かよ、赤いけるやろ多分、オッケー、よし、C4 本96回転で BC ゲット、相当でしょう、おう赤同色です、ようやった緑あるんちゃうかな、まあ朝一なんで玄之介でいきます、いざ決戦の時、千人やけどもう一個ないか、あー弱い弱いな、124人あーもったいない、残念、一発目の BC はスルー、もったいな、赤同色の緑やったのにな、おー、気持ちいい、96回転や、おー、びっくりした、びっくりした、待って、これいったんちゃう、できました、次に参りましょう、頑張れ頑張れ、はい、絶対成功させます、金文字きました、絶対成功させます、もらいましたね、スピーディーにできました、おいしゅうございます、おぼろ様、このおぼろちゃんがめっちゃかわいい、よし、オッケー、99回、なんかさっきからこれぐらいで BC に入る、もう次は青頭か、黄色、まあさっき緑でダメやったんで、なんか光らダメ、いやせっかく BC がよかったのに、いやいける気がしない、あー残念はい、まあそうだろう、どうする、あーでも満月1回でいい、もうゴールデンタイム1回でいいから、とりあえずそれさえ入ればもう、はい、436、あーやっとやー、ビンチ、お願い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 、いて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 、あーいいねー、しかも三日月終わったー、早かった36回転、また青頭、これで青の方が今多いですね、あ、当たった、青頭で玄之介が喋ったのでよかったよかった、玄之介でいきます、ありがとうございます、元気を出して、やっと聞けたよ、もがりぽちょー、さあ、誰が出てくるでしょうか、玄之介、普通です、やっと当たった長かったちょっとは、ちょっとは伸びてほしい、大事に行きましょう、66、おお、ベル効果か、だが終焉に終止法を通せ、わあ帰国収集、何もない、左が中、
これはまずいよ。なんですけど、なんとこの台がメダルを入れてみたら2つ自制ランプ灯った状態、まだ追加11ゲーム残した状態でやめてまして、しかもステージジャギ、まあ、本物か嘘か分かんないですけど、だったらこっちかなみたいな。え、何も引いてないけど、あれ当たったね、これ。あら、移動大成功じゃないですか。ラクレスケ、あざーす。いやー、ラッキーでしたね。ラッキー激闘ランブジャギには厳しい。やったやっぱ剣か、そっかそっか、白やけど湯気やけど、まあいいや、よし頑張ろう頑張ろう。早かったなあ。あーやばい、あー来ちゃったよ。もしもし、ステージも上がった。シャッフルします。おう、いいね、これはいけるんじゃん。ハンドパターンじゃないでしょうか。いや、多分大丈夫やったと思うねんけどな。152枚ですけど、ドビュットマジかよ。まあいいか、早かったし。伝承の時という、開いてるかな、開いてます、移動しよう、移動してきました。困った時の花火、もうね、逃げの体勢に入ろうかなと思います。結構今日花火がほんまに埋まってて、 E 台はやっぱりもう抑えてはるんですけど、とりあえずこれに望みをかけようかなと頑張りたいと思います。ちょっとでもマイナスを減らせるように。おい、リーチ目来た。さあ、ここで絶対今当たったと思ったよね。うわー、だったら当たり引けよ。
もう今日はそういう日なんですかね。いや今のショック、いやさっきのないわ。もう今日はもう今日はそういう日なんでしょうね、多分ね。なんか出てきた。うん、出てきただけか。実戦終了。お疲れ様でした。今日はちょっといつもと違う感じでベンチからお届けしております。結果からいきたいと思います。今日はですね、投資が2350倍いきましたね。だがしかし回収があります。回収が7枚。変えてやりました。せめてものね、反逆ということで、反抗心ということで、カフェオレとココアクラッカーに変えました。なので、マイナスは2343枚。今日はね、でもね、ちょっと考えすぎたかなっていうね。すごい最初上げ狙いでいったけど、結局上げ狙いが失敗やったっていうことに気づいた時にはもうちょっと遅くって、まあでもバジにも投資しすぎたし、その後もすぐに花火に行っとけばね、結構空き台やったんですよね最初。空いてた花火がその後めっちゃ箱積んでたんで、あーしまったなみたいな。まだ前日の履歴が良かった花火が空いてた時にどうしとけばよかったんですけど、まあちょっとね、スイカ残しの台があったんで、あれ行って、あの台もね悪くはなさそうやったんですけど、ちょっと突っ張るにはバジで投資しすぎてたし、今日はね全部やることがね裏目に出た感じがします。いや悔しい、悔しいけど、考えとか立ち回り的にはまあなんかいろいろ惜しかったかな。でもね、何やってもダメな日ってあるんですよ。もうそういう日はしょうがないんで、こういう時ぐらいしかでもね打ち乱れられへんから、まあいい勉強ということで、次回へのそのいい材料になったんちゃうかなっていう前向きに行きたいなと思います。ではまた次の子も次の子のもお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。